ということでですね、右手になんかレトロな建屋があるな、なんだろうあれ気になるな、気になるけど、プレハブのすごい、物件あったけど気になるけどちょっと用意かんな。とりあえず今日はですね、ラムーとトライアルと、もう一個分かった、ラムーとトライアルと、あ、ちょっとあそこの物件取っとくか、はい、このね昭和レトロアパート、これもねかなりだよね、すごいよねこの色合いがね、たまらない色してますけど、大型物件のように見えますが、手前と向こうがつながっとるよね、大型物件、違う手前のやつと向こうの物件と、多分別の建屋で、まあ、つながってますけどね、見た目は。でそこ厚さ作りだね、これこの屋根ついてますでしょ、玄関の上厚さ作りになってますよ、だから奥は古いんだよね、で手前がちょっと新しいんだよね、多分厚さ作り形式じゃないから、まあ、おそらくこっちはちょっと戦後だいぶ時間経ってからかなと、こっちがね、だから手前は多分新しい物件ですね。厚さ作りどう、やっぱ戦後すぐぐらいですか、厚さ作りっていうのは、はい、ということで、ここなくなりかねもんでとりあえず記録しております。ということで今日はですね、県外、今日はですねって言ったら兄ちゃんに振り返られちゃった、そうだな、このおっさん喋っとんだと思われるよね。さあ昭和レトロのアパートの前通過しております。男系シオンの前です。超味があるよねここね、男系シオンってあのロゴマークがフォントがいいね、素早ありますよ、昔よく来たけど、なんか最近来らんな、全くもって。で今日は地味に暑いんで冷たい飲み物飲みたいところですけどね、いつも生あったかい水を飲んでごまかしてます。生あったかいですね、名古屋水道局金星の基礎の湧き水を飲んでますけど、フレンドリーショップささり、ささりあるよ、フレンドリーショップささり、ささりって何ですかね、毎回気になるんだけど、あります、まだ建屋は結構でかいねここ、多くのね昭和レトロアパートじゃん、よく見たら、ちょっと見ておくか、あ、今のねささりの右手の右側の道結構細くてね、昔風情な感じがするね、ここは昭和レトロアパートって言っても割と新しいね、新しい物件には興味がない名古屋の人本ですので新しくないと不満をこぼすっていうね、ということでこのちょっとね昔ながらの細い路地、太い路地なんかないわな路地は細いに決まってるだろうって、まあ路地路地裏どっちも言い方をします。ただね、私ね、路地路地裏どっちが適切な言葉なのかちょっと調べてない、おこ、あったあった昭和レトロ、うわ3階建てだすごいな、やっぱり裏通り来るとお宝が眠っとるな、こう通ったことないんだね、ちなみにこの一本北側の通りはもう何十回何百回と通ってますけど、ここは通ったことないね、水のハイツのロゴいいね、ここはちょっとレトロだな、ちょっとレトロだって表通り一旦戻ります。この建屋は結構レトロだね、完全昭和30年代ぐらい、あでもね厚さ作りだね、完全に厚さ作り、であの古い家見るときよくあの住居表示されてるよね、昔の住所が書いてあって見たことのない町名が書いてあったりするとね、おおってなりますね、まあ町の名前もどんどん変わってとるでね、特にあの町名町会整理をやっちゃうと、なんとか何町名になっちゃうとね、もう昔の町名が出てこなくなっちゃうから、まあ防災対策的には良くないんだよね、やっぱり水がつくとところとかね、崩れるっていう字のところとかね、そういうのは昔の人がちゃんと危険を身をもってね教えてくれとるで、はい、昭和レトロアパートありました、どでかいのが 2,4,5,10 棟か10部屋なかなかでかいね、ただ原の辺にあったもうなくなったけど超ロングスーパーロング昭和レトロアパートはもっと大きかった、でもそこより大きいとこどっかにあったけど今ね思い出せん、どこにあったかな、隣は厚さ作りだった、どこにあったっけね、どっかでおすげえっつってエキサイトした記憶、エキサイトって怒っとるわけじゃなくてね興奮してすげえって言った記憶がありますけど、なんか奥がちょっとレトロだった、増加製造卸し奥のねナショナル住宅パナフレンドサービス課産業ファージング、これなんかレトロでよかった、昭和レトロアパートの西側から映しております、おーいいね味があるじゃん、もう完全昭和だわ、これは素敵だわ、これいいね、もうなんかね T シャツも干してあるとねピョン吉を想像したよね、ど根性ガール、もう昭和の民ならねど根性ガール脱ぎでは勝たないよねちょうど ドストライク世代だもんね、あすごいの来た、一日のクーペじゃん、丸めじゃんそれも、すげえな、友人が乗ってたやつ革命だったっけな、革命なんかあったっけ、ちょっと友人が乗ってたやつどれだった、 M 君また教えてください。さあ思わぬところでちょっと寄り道をしちゃってます、本当は茶屋まで行く予定をしておったんですけど、この勢いで行けるのかどうかちょっと不安になってまいります。今日あたり鶴間公園行けば結構綺麗かもしれんけど、意外とね花動画はねこの主たる視聴者の皆様である男性それも中高年の方には不人気でございますんで、まあ、私は行くなら撮影はついでメインは自分の目の保養というねという目的で行かないと非常にね期待外れに終わりかねませんので、さあさらに西に向かっております塩付通り5丁目でございます、あーそこモータース、あなた片道自動車
あるよ。せっかくだから前撮っとくか。今兄ちゃん来ちゃったら撮れんかったよ。ちょっと違うな、各種じゃないな、各種自動車販売整備か、各種だった、各種自動車販売整備の能率紹介、能率、給湯器の能率じゃないんか、なんで能率なんだろう。まあどうでもいいや。もうねねえ、きっとターボだから、ターボかな、エアスクープだけつけとるか、エアインテークだけ、ちょっとわからん。さあこの勢いで裏通り入っちゃったんで、ちょっとこっちから行きますけど、あいまいちないな、昭和レトロ。はい、塩漬け通り6丁目ゆるりゆるりと走っております。めちゃくちゃやる気のない走行、なぜかというともうすでに喉がカラカラだから、いかんね、喉乾いてくると。特に私は喋っておりますんで非常に喉が乾きます。これでもかというぐらい喉の渇きが襲ってくる。さあちらほらね、昭和建物赤ちゃけた錆びついた途端を見るとつい行きたくなります。あ、そんなすごい物件じゃないかな、これ。これリフォームしてるけど古いね、この家もね。古いねは褒め言葉ですからね、まあ何回も言うけど、新しいねは褒め言葉じゃありませんこの動画内では。どこ出たこれ、なんかえらい広い通りだな、これメインストリートだったんですかね。ちらほら古い家あるからね、これメインストリートだったように見受けられます。さあ下横、あ、じゃあ下溝町2丁目。本当にこの町名を見ているとね、知らん名前ばっかだよね。知ってる町名の方が本当に少ない、名古屋市内いくつあったっけ、2000以上あるよね、2000ぐらいあったって町名っていうとね、もう知らん町名ばっかですよ本当に。さあね、これ和立コンピューターハウスなんだ、和立がいいが、そんな名前かすごい名前だな。右手は何だろうな、これ。お、旬の素材、あ、なんか家でレストランやっとる。どこへ出ました、ローフの近く、どこへ出ましたかね。桜山ですもん、そこはバーミヤンのとこだ。そこレトロあり、手前に何があったかな、なんか殴られとるな。さあ桜山、ああ愛曲楽器はここに来とった、と言って行ったことあるけど、なぜかこの建屋でやってますね。まあ楽器って言ったら私はね、第一楽器よりも愛曲楽器かな。どっちかっていうと、あ、ロッキンとかね、太陽サウンドは買ったことないな、ロッキンは買ったことあるか、あとは普通に島村楽器とかね。ちょっとまたそうなんです、私ね、いろいろやりたがりだもんで、とりあえずね行動を起こすんです。まだやってないんですけどね、昨年はベースギターを買いまして、まだ開封してないっていういや、ちょうど去年ね、ちょっと通信教育があったりいろいろ忙しかったもんで、まあそれを終えるまでは開ける前と思って、開けずに置いたらもう、気がついたら1年経ってしまって、まあ、そろそろやろうかなと思って、アコギはずっと弾いてたんですけどね、まあいわゆるフォークギター全盛世代だったんでね、私らの世代はもうみんな弾けるって、別にマニアじゃなくてもみんな流行ってたからみんな弾けるっていう世代ですけど、だからそれ言うとね驚かれますよ、若い衆ね。超レトロ、何これ、超レトロ。そう、なんか30ぐらいの子にね、いや僕はギター弾けるんですって言ってあなた方が言われたもんで、あ、そうですかって感じでごめん僕も弾けるよって、普通にストロークもアルペジオもつって驚かれましたけど、まあ私の世代前後皆さん弾ける方多いですよね。